このゴム隠しのテクニックは絶対に覚えておいた方がいいです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はゴム隠しのテクニックをご紹介します。ゴム隠しってね、皆さん結構やられる方も多いかなと思うんですけど、例えばヘアアクセをつけたりとか、ピンでやってみたりとか、もう一個ゴムをつけて隠してみたりとか、様々でやり方はあるかと思います。今回のはこの巻きつけたこう結んだゴムを使って、こんな感じでね、おしゃれに華やかに決めるゴム隠しの方法になります。普段ヘアアクセでね、まとめてたりとか、まあピンでまとめてたりとかされる方も多いかなと思うんですけれども、まあそういった方でもね、まあこの一個テクニックを身につけておくと、パパッとね、スタイルチェンジもできたりもして、おしゃれに華やかに決まるかなと思いますので、ぜひね、このテクニックは皆さん覚えておいてください。それでは動画をどうぞ。ではブラシで最初に溶かしていきます。ブラシで溶かしてまとめて、まあまとめる位置はだいたい耳の少し下あたりぐらいでまとめるようにしてください。じゃあ次にゴムで結んでいきます。で、気持ちちょっと緩めに結ぶのがいいかなと思うので、このゴム結んだゴムが少し引っ張られるぐらい。だいたいこれぐらい空間が空くぐらいの強さで結ぶようにしてください。で、次にこの結んだポニーテールの下側の部分、内側の部分の髪の毛、今こうした時のこの下の部分ですね、その髪の毛をまあだいたいそうですね、2,3 センチ束ぐらい、このぐらい取って、ちょっとねじります。ぐるぐるーっと、こんな感じでねじったら、さっきのね、この結んだゴムの一本だけでいいので、ちょっと引っ張ります。で、引っ張ったところをこのぐるぐるっと巻きつけた髪の毛を上から下に通していきます。こんな感じで、で、そのままギュッと絞ってあげると、こんな感じでゴムが隠れてくれます。こんな感じですね。で、この部分、巻きつけた部分を少しね、広げてルーズ感を出したいので、毛束をね、上と下に上下にこう、引っ張るような感じで広げていきます。こんな感じで。そうするとね、少しこうルーズ感が出て華やかにおしゃれに見えるかなと思います。で、髪の毛が長い方に関しては、まあ毛先をね、少しこうルーズにアイロンで巻いてもらっても大丈夫ですし、短い方に関してはね、別に巻かなくてもこの状態でもおしゃれに決まるかなと思いますので、あとはね、バランスを整えてちょっと艶感を出したら完成です。はい、こんな感じでご紹介させていただきました。本当にね、シンプルなやり方です。なので、巻きつけて、もうポイント的にはこう巻きつけてから、この僕引き出すところがポイントなんですけど、普通に引き出すっていうよりもこの上下に引っ張って出していくと結構華やかにね、おしゃれに決まるかなと思いますので、今までね、やってらっしゃゴム隠しとはちょっと一味変わった、アレンジになるかなと思いますので、ぜひ皆さんこれやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。